はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は舞い上がれの次週ですね。1月16日からの第16週のより詳細な予告を紹介していきたいと思います。ちなみに第16週は母と私の挑戦というタイトルになっており、舞は母めぐみとともに岩倉再建に向けて奮闘する様子が描写されていくようです。ここからはネタバレを含みますので、その点だけご注意ください。それではよろしくお願いします。はい、それではまず私が過去に投稿しました第16週から17週の予告の予告という動画、こちらの内容とどういった点で異なってきているのかということなんですが、本日放送のあった第69話でも少し描かれ始めていましたように、舞がパイロットを諦めた理由が一つに絞れたという点ですね。二つ目はですね、めぐみと舞が工場を再建する様子がより具体的になっていて、新たな登場人物も出演するという点です。最後三つ目はですね、工場再建の救世主となる人物が2名ほど現れるといった点で、前回とは異なった内容になっています。はい、それでは予告の方ですね。第72話はめぐみの経営手腕となっています。舞は岩倉の再建をめぐみと共に行う決意をするようですね。ですから博多エアラインがリーマンショックで経営破綻したというわけではなく、めぐみを助けたいということで、舞は博多エアラインへの入社を、辞退したということになるかと思います。そんな中、社内外から社長は務まらないと不安視されていためぐみが、在庫処理、経費削減、人員削減などリストラを見事に敢行するようです。その仕事ぶりが信用金庫から評価され、融資の返済期限の延長を取り付けることに成功します。その朗報をめぐみは社員たちに報告します。しかし猶予は半年。そこでめぐみは営業に注力するとし、舞がそのメンバーになることを発表するようですね。めぐみに経営手腕があったことはにわかには信じがたいですが、リストラを行う際に次の就職先を見つけてから解雇する配慮のある策だったりしましたよね。ですから女性ならではのきめ細やかな配慮があるリストラが功を奏したのかもしれないですね。第73話は笠巻の講習会となっています。営業のため舞は岩倉のネジがどのように作られているか笠巻から講習を受けることにします。営業を担当する上でまず自社の商品のことを知ることが先決だと考える舞は、非常に成功法でありますよね。めぐみもその講習会に参加するようです。その様子を目にした社員からは笠巻を気遣う声や、ネジの素人が自分たちの社長ということを嘆く発言も出るようですね。一方で若手の女性社員でネジが好きな土屋は、自分のためにもと舞やめぐみとともに笠巻の講習会に参加し、熱心な姿勢を見せるようですね。そんな若手女性職人土屋役を演じるのは二宮あかりさんです。朝ドラではカーネーションでヒロインの幼少期を演じた子役さんだったようですね。第74話は不採算受注の見直しとなっています。舞はネジの勉強に没頭するあまり会社に遅刻しそうになるようですね。一方、工場では売上データを確認していためぐみが営業担当の藤沢にある受注の確認をするようです。藤沢はリーマンショックで仕事が減った際に、なんとか売り上げを出そうと安くで仕事を請け負ったとめぐみに説明します。
そんな藤沢役を演じるのは榎田貴人さんです。朝ドラ出演は6回目のベテラン俳優、カーネーションや満腹などに出演されていたようです。予告に戻りますと、それは売れば売るほど赤字になるというネジのようですね。どうやら太陽光発電の機器に使うネジのようですね。普通ですね、製品には損益分岐点があってですね、ある製造販売数から利益が出だしますが、このネジはどこまで行っても利益が出ない、そんな販売価格に設定されていたのかもしれないですね。しかし実はそのネジが岩倉の高度な独自技術の結晶のような製品であることを、岩は知ることになります。岩はそのネジを売り込もうと新規の営業先に足を運ぶようですね。第75話は舞の初めての新規受注となっています。舞の営業によって初めての受注が決まり、しかもその受注は新規の受注のようですね。舞の活躍をめぐみをはじめ岩倉の従業員たちは心から喜ぶようです。しかし舞はその受注に関しての課題に直面することになります。注文のあった図面に合わせたネジの設計がどうしてもうまくいかないようです。舞はやむなく扇にヘッドハンティングされ、転職した結城に相談することになるようですね。そして舞は久しぶりに結城に電話をかけ、力を貸してほしいと懇願するようですね。結城はベテラン職人でかつての師匠だった笠巻を超える職人にまで成長しているということですよね。しかしですね、扇での仕事もあるので、片手間に教えるということですかね。土日とか会社の休みの時ですね。第76話は兄ハルトの訪問となっています。ハルトが大阪にやってくるようですね。舞はハルトに会うと工場と従業員を守っていくためにハルトにある相談を持ちかけるようですね。ここからは私の予想になりますが、おそらく舞はハルトに再度資金援助のお願いをするのではないでしょうか。これまで断ってきた資金援助、舞がパイロットの夢を諦めてまで工場を再建しようと奮闘する姿に兄ハルトは心を打たれて資金援助してくれるという展開ではないでしょうか。同じ頃舞に頼まれてネジを設計していた結城が試作品を完成させてくれるようです。試作品完成後も結城は舞に協力をしてくれるようですね。岩倉にまたやってきてくれるということなんでしょうか。舞が受注し結城が仕上げた試作品は受注元から合格をもらい、岩倉は大量の注文を受けることに成功するようです。技術面で飛び抜けた才能を持つ結城が岩倉にまた戻ってきてくれれば非常に助かりますよね。はい、ということで岩倉再建の救世主となるのは、1人目は資金面での援助が期待できる兄ハルト、2人目は素晴らしい技術力を持つ職人の結城明ではないでしょうか。はい、第16週のタイトルは母と私の挑戦でした。母めぐみが不採算な受注を見直したことに端を発し、そのネジが高度な岩倉の技術の結晶であることに気づいた舞が、そのネジで新規受注を取り付けます。設計の課題に直面しますが、扇に転職した結城の協力もあり大量受注が決定します。そして兄ハルトもおそらく資金援助してくれるのではないでしょうか。少しですね、池井戸潤さんが原作の下町ロケット的な展開になってきましたね。それはそれで面白そうなんですけれどもね。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。